武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年明治大学農学部の世界史の勉強方法について話していきたいと思います。明治大学農学部の世界史、試験時間は2科目合わせて120分間なので、実質1科目60分間の試験になります。で、配点は100点満点の試験です。大問科目は全部で5題出題されています。明治大学農学部の世界史の大きな特徴としては、正誤問題の出題割合が非常に高いことが挙げられます。世界史の問題の中でも、この一問一答形式で、これこれしたのは例えば誰ですかと、これこれしたのはどこの国ですか、答えはこれですっていうような一問一答形式の問題ではなく、選択肢が与えられて、その A、B、C、D の選択肢の中で正しい記述はどれですかとか、誤っている記述はどれですかっていうような正誤を判断させるような問題が多い傾向にありました。これはどういうことかというと、明治大学農学部の世界史で高得点を取るのであれば、難しい語句を正確に覚えておくということよりは、その正しい、の単語をその何かとセットで関連付けて覚えていく、正確な知識が要求されるっていうもん、傾向にありました。なので、語句の暗記を徹底的にしていく、新しい語句をどんどん覚えていくというよりは、今まで覚えた語句が、正しい文脈の中で使われているとき判断できるかどうかっていう力を養ってください。そのためにはツインズマスターなので語句を覚えた後に、そのパノラマ世界史といった講義系の参考書をしっかり読み込んで、どのようにその単語が使われているかをその都度その都度確認していくことが重要になってきます。そういった基礎固めの後に、センター試験の道やセンター試験の過去問で正誤問題の対策をしていくようにしましょう。そこで、合ってる選択肢だけ、間違ってる選択肢だけ見るのではなく、間違ってる選択肢があったら、これをどう修正したら正解の選択肢になったのかの検証なども行うことで、さらに力がつくかと思います。またその次第世界史の、総合力を試す問題として、オンリーワン世界史なんかも対策を最後しっかりしてもらえたら、かなり高得点が期待できるのではないかと思います。全体的に正誤問題が多い出題傾向になってますので、今知ってる知識を正しい文脈の中で使えるように対策をしていきましょう。今回は以上です。